HKT48 渡辺通り1丁目 FM 窓か窓かの窓から。こんばんは、 HKT48 渡辺通り1丁目 FM 窓か窓かの窓から HKT48 の森安窓かです。番組最初は窓かの窓からの窓かの車窓から。このコーナーでは私森安窓かがインスタグラムやツイッターでお話ししたことや日常感じたことなどを一人でお話ししていきます。それでは54回目となります。今日の話題はこちらです。抹茶カフェ8、イエーイ。はい、拍手がね、拍手聞こえてきましたけど、はい、今日はですね、先日抹茶カフェ8さん、名の浜にねあるカフェに行ってきたんで、そのお話をしようかなと思ってですね。私もともとすごく抹茶が好きなんですよ。でずっと九州の雑誌とか福岡のペーパー誌とかに載ってるのを見てて、でずっと行ってみたいなと思ってたんですけど、名の浜なんで天神とかさ博多駅からちょっと離れてるじゃないですか。だからなかなかね行く機会がなかったんですけど、この間ついに実現しまして行ってきたんですよ。もう本当にね、よく雑誌で紹介されてるあのマスに入った抹茶のティラミスがですね、あの目の前に出てきた瞬間、もうなんか、あーこれ見たことあるやつだみたいな感じでそうテンション上がってからですね、そう見た目ももちろんすごく特徴的で可愛いですし、味も本当になんか抹茶の味がですね、なんか濃いですね、濃いけどなんかすごくお上品で、あと意外となんかね歯ごたえがねしっかりしてて、あめっちゃ抹茶食べてるわみたいな感じで、ちょっとめっちゃ抹茶ってね、ちょっとちょっとやめてくださいよ本当に出だしから絶好調なんですけど、ですね、他にもなんかドリンクとか、あとはパフェとかシフォンケーキとかも有名らしいんでね、抹茶好きな方結構多いと思うので、ぜひ気になった方は抹茶をめっちゃ食べに行ってください以上、窓かの窓からの窓かの車窓からでした。マット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 マド、今日もあなたを惑わせます、 FM 窓か、イエーイ改めましてこんばんは。最近結構寝ているのになぜか睡魔が襲ってきます。森安まどかです。 HKT48 渡辺通り1丁目 FM まどかまどかのまどから、ここで今週の週替わりメンバーをお呼びします。今週はこの方です。はい、朝から抹茶のアイスを食べてしまいました、松田由美です。イエーイ、まさかの抹茶食べて、抹茶かぶり、そうなんですえ、実はそれ、実はです、本当に食べてきました。胃もたれしなかった？大丈夫でした。若いからやっぱりさすがじゃん、ね、初登場ということで、はい、番組、そうです、おめでとうございます。ありがとうございます。え、ラジオ自体初めてですか？そうです、初めてで嬉しい、ありがとうございます。いやでも様になってますよ。本当ですか？うん、ちゃんとつけて、うん、そう、ヘッドホンつけてね。そうですね、似合う似合う、嬉しい。はい、そんなねゆみみとお送りしていくんですけれども、はい、初登場のですねゆみみのために、はい、ある方からちょっとメッセージが届いているので、ありがとうございます。まずそちらをお聞きください。こんにちは、 AKB48 チーム4研究生の戸田恭香です。あ、すごいあ、ゆみみこんにちは。あ、今電話でえ、ちょっと待ってください。 え収録じゃなくて？あ、はい、今、え、これ生電話ですか？あえぇ、ー、嘘びっくり。だからディレクターさん携帯いじってたんですね。あ、そういうこと、まさかの。こんにちは。京香ちゃん、びっくり。びっくりしたね。まさかの。初出演ということで、おめでとう。ありがとう。びっくりしました。まさかの。ゆみみ、お話が上手だから、嬉しい。そう、楽しみ。楽しみ。びっくりした。嬉しい。久しぶりに喋りますか、二人は。そうですね。久しぶりだろう。本番。じゃんけん大会ぶりぐらい、ほぼそれくらい。そうですね。あら、ゆみみ。びっくりしすぎて、まさかの HKT の同期からかなって予想してたら、たまさかの京香ちゃんからで電話ですそう、びっくりした。ねえ、京香ちゃん、じゃあなんか応援メッセージありますか？
ゆみみに。ゆみみに応援メッセージ。そうだな。そう、ゆみみのそのなんか明るいキャラクターとかが、うんうん、そうなんかこうラジオを聞いてくださってる方に伝わったらいいなって思ってるから、うんうん、そう、たくさんたくさんお話をしてください。きょうかちゃんありがとう。じゃあ、きょうかちゃんありがとうございました。はい、聞いてね、放送。はい、あ、聞きます。はい。ありがとう。あのね、すいません、ちょっとごめんなさい。ですね、この後もですね、ちょっと出ていただくコーナーがありますんで、あ、本当にその告知を森保さん、お願いします。きょうかちゃんも出てくれるんですか？はい、そうです。嬉しい。そうなんだ。きょうかちゃんは知ってたのそれ？あ、はい、知ってます。あ、そうなんだ。そうだよね、知ってるよね。ということで、じゃんけん大会のね、そうですね、優勝ユニットっていうことで、そのフォーチュンチェリーのお二人にね、はい、ねほりはほり聞いてみようのコーナーで、きょうかちゃんと、そうですね、一緒にゆみみとね、二人にお話をね、伺っていこうと思うんで、じゃあまた後でかけるね。はい、はい、バイバイ。ありがとう、バイバイ。後でありがとうございました。まず渡辺さんネーム、てつてつさんからメッセージいただいているんで紹介していきます。森安様、松田由美様、いつも楽しく聞いていますありがとうございます。在宅なので DMM、 テレビ、ラジオでしかメンバーの皆さんを見ることがないので、ドラフト3期生の皆さんも劇場デビューされてやっと顔と名前が一致するようになってきました。特に松田さんの HKT 設立当初から劇場にいたのではと思わせる舞台慣れした感じはすごいと思います。ところで、ドラフト研究生をひまわり組で公演デビューした後、いろいろなチームのアンダーに出て、ファンがどのチームの所属かあやふやになったところで、ドラフトの時とは違うチームにしれっと昇格させることで有名な HKT なので少し先になるとは思いますが、昇格すればどのチーム公演のユニットでも、することができる可能性があると思います。松田さんはどのユニットをやってみたいですか？これからの活躍期待しています、というね。ちょっと痛いところですかね。ねえ、もうひまわり組ではユニットをやってるんですけど、帰郷をやらせていただいてるんですけど、あ、似合う。今もうリセットが始まって、うん、でやっぱり今やってみたいのは逆転王子様っていう、あ、意外なんですけど。そうなんだ。そうなんですよね。なんかすごい可愛らしいポップな衣装で、衣装可愛いよね。そうなんですよね。あれね、それがすごいやってみたいなっていう思いはありますね。普段はさ、でも帰郷ってことは歌上手そう。でもいや、帰郷歌割りがない。あ、そっち。そう、そっちなんですよ。二人で歌うところしかないっていうところなんですけど。どんなキャラなの、そのドラさんの中だったら。なんか見守ってる系だと思います。結構みんなわちゃわちゃしてるのを、うん、あーみたいな感じの方だと思います。ね、みんななんかすごい変わってるんですよね、ドラフトって。なんか個性強いよね、本当に。関さんが一番結構今までにいない感じのキャラクターなので。初めてやった。そうなんですよ。人生の中であんな感じのキャラクター初めてあったので、すごい面白いです。早くね、ふまどにも来てほしいね。そうです、楽しいね。でも意外となんかこういうラジオとかってなると喋らないんですよね、うん、関さ ん, そうなんだ。普段はめちゃくちゃ喋るんですけど、楽屋とかでは。そうですよ。でもよかよかとか今結構出てるんですけど、うんうんね、緊張したみたいな感じだったので、意外と、それも含めて楽しい。そうですよね。それ聞いたらと見て、私も聞いてみたい。ニヤニヤしちゃうよね。そう、緊張してるんだなと思って。あ、来た来たみたいな感じで。でもこういう時でもさ、ユミミはやっぱさ、他の人のね紹介をするわけですよ。あ、そう、大人だよね、本当に。ありがとうございます。だなとも、すごいしっかりしてるなと思う。嬉しいです。逆にね、逆転王子様見てみたいですね。はい、そうですね。かわいらしい。あんまりそういうのもないので、うん、そういうキャピキャピした感じの挑戦したい。そうですね、意外とやってみたいなっていうのはありますね。楽しみ。ね、いつか披露することがあったらいいですね。はい、という感じで、エハマドでは皆さんからのメッセージをお待ちしております。メールの送り先は hkt48@fmfukuoka.jp、 hkt 数字の4と8@fmfukuoka.jp、 郵便は郵便番号 810-8575 エハマド宛て。毎週いただいたメッセージの中から採用不採用に関わらず、2名様に持っていたらとっても役に立って、とってもご利益がある番組会員証をお送りしています。ぜひ一度番組ページをご覧ください。
そしてツイッターに書き込む際はぜひハッシュタグエハマド、綴りはハッシュ記号に続けてアルファベットの F、 ひらがなで窓です。ハッシュタグエハマドをつけてツイートしてください。特に実況中の皆さんよろしくお願いいたします。まだだだだだだだまだだだだだだまだかなまだかなまだかな。HKT48 渡辺通り1丁目 FM まどか、まどかのまどから松田恵美がお送りしています。あ、森ママこちらにお願いします。続いてはこちらのコーナー、森ママの聞いて差し上げてもよろしいですよ。芸能生活40年の森ママが番組リスナーである渡辺さんのあなたの相談を聞いて差し上げるコーナーです。森ママよーん。あ、これ久しぶりにスラスラ言えたすごい面白いですね。すごいでしょ。そうなのよ。すごい。やってるの。ガラッと変わりますね。40年やってるから。いや、すごい、さすがです。任せても。今日もお悩み届いてますか？そうですね。じゃあ、渡辺さんネーム、横浜のマドラー、水谷右京さんから。はい。森ママ、ゆみみ、こんばんは。森ママに相談です。はい、私は普段、温厚な性格と言われるのですが、うん、実は切れやすい性格なんです。ポケットやバッグから物を取り出そうとしたとき、うん、何かに引っかかって取れないときなどはすごくイラつきます、うんうんうん、車のハンドルを握ると人が変わるとも言われます。なんとか切れないようにする方法があったら教えてほしいです、うん、ちなみに週替わりのメンバーのゆみみも切れやすい性格だそうです。かっこわら。切れやすいの？そうなんですかね。でも福井にいた時は割となんか反抗期でみたいな感じなんですけど、うん、福岡に来たらあんまり落ち着いた？そうですねそうなんですよ。なんか本当に環境が変わってガラッと人が変わったというか、うん、性格も結構変わった感じがありますね。あ、はい、じゃあ大人になったのかな。そうです。なんかもともと福井にいた時はなんて言うんだろう、結構ネクラな感じだったんですけど。あ、そうなの？意外。本当ですか、うん、なんか福岡に来てから結構前に出たがるというか、うん、積極的になって。そうですね、変わりました結構。いやでも実はね、わかんない。どうなんだろうね。あ、そうなんですね。怖いよ。切れやすい性格、まあ、でも難しい。本当に直すなら切りやすい人がいるんですけど、私の周りに。あ、そうなんですね。切りやすい人は。そうなんですね。なんだろうな、もう本当にイラッときた時に、はい、その癒される対象を、ペットとか。ああ、いいですね。そう、可愛いものとかを思い浮かべる。あ、確かに。そしたらそのなんかスッとスッと消えますかね。そう、消える。もうなんかさ、そう、ペットとかがさ、もう悲しい顔してるのさ思い浮かべたらさ、あ、もうなんかさ、そんなの確かにそんなことでって。確かに。そうそう、そうですね、って思うかなっていうのはあるかもしれない。一瞬冷静にね。そうですね、考えて。まあ、でも直さないでもいいんじゃないですか。なんか直せと言われても直らないもんですもんね。そうそうそう、そういう切れやすいとかは。逆にそのなんかもうギャップっていうか。あー、確かに。こういう面もあるのっていう。あー、いいですね。トリプルフェイスで逆に有効活用するっていうのも手かもしれないですけど。そうですね、確かに。ユミミは何かありますか、その対処法。対処法、もうなんて言うんですかね、もう戦いですもんね、うん、切れやすいとかは心の心の戦いですもんね。なんか、ああ、もう自分が思ったらもう切れちゃうじゃないですか。もうそうだよ、戦いだよ。そうですよ。なんかこの LINE でプチッときたらもう、うんうん、わーって感じですけど。そう、やっぱそうなんじゃん。そうなんです。LINE があるんですよ。LINE がね、そこと自分とのね、戦いね。そうなんですよ。でも福岡に来てからその LINE がちょっと上がったので。あ、なるほど。そうなんですよ。あと自分のね、その。そうなんです。環境を変えるといいかもしれないですね。おー、なんか説得力ありますね。本当ですか。うん。よかったです。よかった。解決。はい、じゃあ森ママありがとうございました。はい、メロンちゃんにメロメロ。渡辺さんネーム、村重推しのレッドコメッツさんからです。メロンちゃんもピン芸人になってお笑い目指すぞ。よっしゃHKT48 渡辺通り1丁目 FM まどかまどかのまどから森安まどかと松田恵美がお送りしています。さて、今日の F 窓ですが、まどかのダジャレクラブはお休みして、番組のオープニングでもお話ししていた通り、9月23日に行われた AKB48 グループ第2回ユニットじゃんけん大会2018、9
空気を読むな心を読めで優勝を飾ったユニットフォーチューンチェリーにいろいろとお話を聞いていこうというスペシャルコーナー、じゃんけん大会優勝ユニットフォーチューンチェリーにねほりはほり聞いてみようのコーナー、イエーイをお送りしていきます。むせちゃったイエーイむせちゃったね、大丈夫ですかね、はい、大丈夫です、はい大丈夫ということで、そしてここでですね再び京香ちゃんに登場していきます。京香ちゃん、はい、あ、よかった、繋がったねねえ、いやびっくりしましたね、最初は本当にびっくりしました本当にびっくりだよ。まあね、ここで3人でねちょっとじゃんけん大会のね、はい、お話をしていこうかなと思うんですけど、はい、とまずはなぜこの2人で出ようと思ったのかっていうのがね気になるんですけど、そうですね、私が京香ちゃんを誘ってたんですよ、まずは。で私も一人だったのでどうしようって思って、あもう共通点ある人はあまりいないなって思って、うんうん、福井出身の京香ちゃんに声をかけたって感じです。え、京香ちゃんはさ、はい、声かけられた時どう思った？私もすごい困ってたんですよ、誰と組もうかなって、うんうんうん、困ってたので、うん、ゆみみからそう声をかけてきてくれたのがすごく嬉しかったです。嬉しい、はい、2人はさほぼ同期なの？あ、同期ですね。ドラフト3期生で合宿とかも一緒にしてきた感じなので。そうなんだ、はい、あ、そっかそっか。え、じゃあフォーチュンチェリーっていう名前の由来は何なの？名前は私がチェリーの方を考えて、うん、で京香ちゃんがフォーチューンの方を。おー、フォーチューン、そうなんです役割分担だね、くっつけたんですよね。可愛い名前だよね。あ、嬉しいです。でもなんか、うん、フォーチューンクッキー似てるねとかめちゃくちゃ言われるんですよね。困っちゃってる。そんなつもりはないんですけど、ね、全くなかったのに。かぶせてはないのに。そうなんですよじゃあさ、計何回ぐらい勝ち進んだんだろうね。予選で2回勝って、うん、本戦で6回ですね。それはさ2人でさ分け合ったの？本戦は交互にやりました。交互に、はい。え、すごくない？それそうなんですよ。え、な、結構さお互い信頼し合ってないとできなくない？あ、でもなんかもともと決めてたんですよね、出すの。なんで平等に責任をって感じで、はい、相談の上だったのね。そうです、そうなんです。代表者が出す。そうです。なるほど、責任はもうね分割して二分してね、はい、そっか。じゃあ戦った中で一番緊張した相手とか対戦は？どれも同じぐらいの感情というか、うんうん、あんまり深く決勝だからって言ってあんまり考えなかったんですけど、おでも結構 HKT48 の先輩、私は、うんうん、メルさんだったり、うんうん、エレタンさんともやったのでそこら辺が一番、うん、なんかあーどうしようって感じはあったんですよねえ、決勝はどっちが出したの？決勝は私です。あ、そうなんだ、はい、そうです、はい、めっちゃ緊張したでしょ。あ、どうだろう、でもちょっとしましたねちょっと、あ、でもちょっとなんだ。なんか2人とも話聞いてたら本当なんか無欲の勝利みたいななんかね、あんまりそんなになんか運というかもう本当に決めてからやってたのであんまり圧がなかったというか、うん、気負いすぎずにね、そうなんですよね。だから勝てたのかも、ね、嬉しい。あ、そうかもしれないです。え、どこら辺でさ、もうこれいけるなみたいな感じで思った？え、もうないです、私は。あ、もう無理かなみたいな感じで、でもなんか勝ちたいなっていう思いはあったので、うんうんうん、そうなんですよね。京香ちゃんも思わなかった？別にそんなに思わなかったですけど、でも本戦の、うんうん、初戦、うんうん、に勝った時に、あ、ちょっといけるかなみたいな結構早い結構早いかな、早い、びっくりした。へえ、いや面白いな、なんか裏話聞いていくとね、気負いしすぎちゃダメだったなっていうすごいあのす、ね、反省しちゃうこっちがですね、リスナーさん渡辺さんからですね、メッセージとか、はい、質問とかが届いてるんですね、はい、紹介していきたいと思います、はい、渡辺さんネームゆずパパさんからです。まどかちゃん、ゆみみちゃん、きょうかちゃん、こんばん、わたがし、こんばん、わたがし、わたがし舞台度胸がすごいと言われている HKT48 のドラフト3期生の中でも群を抜いてすごいゆみみちゃん、すごい。特にじゃんけん大会決勝で1度目はアイコになり、相手チームや仲間のただきょう
京香ちゃんが極限の緊張感から一度解放されてその場に崩れ落ちる中、一人冷静に何度も軽くうなずきながら自信満々に京香ちゃんにしっかりとアドバイスしている様はある種なかなかの恐ろしさがありましたよ。そんなあの舞台度胸はどこから来るのでしょうか。じゃんけん大会よりももっと大きな舞台を経験したから、それとも生まれつきすごく興味があるので教えていただけると嬉しいです。できることならその舞台度胸を同期で同じチームの関さんにも分けてあげてください。そんなだってよ、分けてって、あ、そうか、そうだよね、同期だから分かるんだ、関ちゃんも分かるよね。そうなんです、関さんそんなにだと思うんですけどね。関さんなんか面白キャラって聞いてますけどね。そうなんですよね。ねー、いや舞台度胸がすごいと、嬉しい、絶賛されてますが、どこから来てるんでしょうね。でもなんか京香ちゃんも、うん、私も一緒に隣でいて、うんうん、全然緊張してなかったので。あ、そうなんだ。そうなんですよ、京香ちゃんもあんまり緊張感がなかったので、うん、なんかそれを見て、あ、私もなんか大丈夫かなみたいな感じですね。じゃあペアの子にじゃもそうやって刺激を受けて。そうですね、はい。あ、じゃあもともと何かやってたとかじゃないの、そういう舞台とか。もともとは何もそんな舞台とかもなかったですし、ピアノ習ってたんですけど、なんか発表会とかもなかったので。そうなんだ、はい、なんかやってそうなね。いや全然なかったんですよね。え、じゃあ逆に京香ちゃんはどうなんですか。私はちっちゃい劇団でミュージカルをやったりすごいしてたので、うんうん、舞台とかはもともと何度かはそうですね、じゃあ普通の子よりはね舞台慣れしてるかもしれないと。そう、そんな感じですね、でそれに刺激を受けた、はい、そうですね、すごい、じゃあいいコンビですね、ナイスコンビということらしいですよ、ゆずパパさん。続いて渡辺さんネーム野崎地さんからもメッセージいただいています。まどか様、ゆみみこんばんは。こんばんは。9月23日に行われた第2回 AKB48 ユニットじゃんけん大会で福井県出身のドラフト3期生コンビフォーチューンチェリーが優勝しました。ゆみみと AKB の多田京香さんとのコンビですね。多田京香ではなく太田広香と読んでしまいそうになるのですが、読み方がね、それはさておき、私の父は福井出身ですが、あら、京都の母の実家へ婿養子に入ったので、家族の中では父だけが面白いかっこ面白い、もつけねえかっこかわいそうななどの福井弁を話していました。フォーチュンチェリーでは宮崎と宮崎コンビのように福井弁で話すことは多いですか。またついつい使ってしまう福井弁ってありますか、といただいています。面白いとかは、なんか そこまで使わないですね。もつけねえとかも初めて聞きましたね。そうなんですね、あんまり。どうだろう、お年寄りの方が使われてるイメージが。あー、確かに。そうなんだ。そうですね、確かに。おもっしー、おもっしーは確かにすごいさ、なまってるよね。なまってますね、意外と。めっちゃ特徴ある、意外と。確かに。で、二人はさ、二人で話すときはやっぱ不意に言ってたりするの。全く出ないですね、なんか寂しい。全く出ないんですよ、なんかもともと2人ともそんな黙ってない。そうなんですよね、はい、あんまりなんか福井にコンサートに来た方とか、サンドームっていう大きな、なんかコンサートをする場所があるんですけど、そこに人が埋まるとツルツルいっぱいやなとか言うらしいんですよ。ツルツルいっぱい、そう、なんかいっぱいいっぱいみたいな感じなんですけど、すごい。京香ちゃんふーんって言ってる。あれ、なんかそう、飲み物とかコップに、あー、それをつりきり一杯、あーをつりつり一杯っていうのは知ってたんですけど、そんなか、人のにも使えるのは今知りました。あー、そうなんです。そうなんだ。じゃあもう福井にね、コンサートとか行った時はそうです ねちょっと積極的にツルツルを使って行きたいですね。いや、なんか面白かった。あ、よかったです。楽しかったということでですね、この時間はじゃんけん大会優勝ユニットフォーチューンチェリーに根掘り葉掘り聞いてみようのコーナーをお送りしてきました。最後に、多田京香ちゃんとゆみみにメジャーデビューに向けての意気込みをね、話してもらいました。そうですね、意気込み、京香ちゃん、はい、二人まだ新人でわからないことだらけなんですけど、二人で力を合わせて素敵な作品にできるように頑張りたいと思います。あ、素晴らしい、はい、頑張ってね。じゃあゆみみ、
はい、私はですね2人とも福井の出身のコンビなので、まずは福井の方に名前を知っていただけたら嬉しいなっていう思いはあるので、まずは2人で力を合わせて福井に行けたらなっていう、いいね、イベントとかね、そういうのはありますね。ありが、ね、頑張ります。たらいい地元のね、そうですね、はい、全国の方にもね、愛されるユニットになったらいいなと思います。じゃあ京香ちゃん改めてありがとうございました。はい、こちらもありがとうございました。楽しかった。またお話しようね。はい、バイバイ。はい、ありがとうございました。ということで、いや、びっくりした、びっくりしました、まさかのねえ、でもなんか貴重な経験、そうですね、楽しかったです。というわけでフォーチューンチェリーのメジャーデビューシングルは12月19日リリースになります。ぜひ予約してください。HKT48 渡辺通り1丁目 FM まどか、まどかの窓から。送り先のメールアドレスはhkt48@fmfukuoka.jp hkt 数字の4と8@fmfukuoka.jp です。 HKT48 渡辺通り1丁目 FM まどかまどかのまどから、森安まどかと松田由美がお送りしています。続いてはこちらのコーナー、渡辺さんからの挑戦。イエーイ、イエーイ。F マドのリスナー渡辺さんからいただいたクイズや謎々をもとに、私たち HKT48 のメンバーがその謎を徹底的に究明していきます。見た目はアイドル、頭脳は大人、そんな目立て、まるか。いいですね。いいですね。決まっちゃったよ。いいですね。はい、今回ちょっと難しいです、問題。渡辺さんネーム、紫のカーネーションの人さんからです。ゆみみちゃん初ゲストおめでとうございます。ありがとうございます。おめでとう。そしてじゃんけん大会優勝、本当におめでとうございます。ありがとうございます。おめでとう続き、僕も現地に見に行っていましたが大興奮でしたよ。ゆみみちゃんもフォーチューンチェリーの相方の多田恭香ちゃんもまだデビューして間もないのに、勝負に対する力強さとインタビューに対するしっかりした受け答えに度胸と根性が座っている子たちだなと見ながら感心していました。すでに発表があったように12月19日に CD デビューが決まったわけですが、度胸のあるフォーチューンチェリーのお二人なら必ず成功すると信じています。そこで今回の渡辺さんからの挑戦では、これまでのじゃんけん大会で優勝した偉大な先輩たちに続くべく、おさらいとして2010年の第1回目から昨年の第8回目までのじゃんけん大会優勝者（優勝ユニットと）優勝者への提供楽曲を答えてください。やばい、全部わかりますか。だって、難しくないですか。難しい。ヒントちょっと読みますね。そうですね、ヒント。早々に最初からヒント。第4回目が例の長いタイトルの回ですよ。5回目以降がソロ、昨年の8回目がユニットです。まあ、ここはさあ、もうわかるんじゃないですか。そうなんですよ、第8回目は去年なんでね。じゃあ言いますか。はい、せーの、フェアリーウィンクさんで、曲名は天使はどこにいる。おー、よかった。ここは8回目は OK でしょ。ですね、1回目はわかるよね。わかります。そうだよね。多分白いやつだよね。白い、白いです、白いです。じゃあまず名前、せーの、内田真由美さん。おー、よかったよかった。ここは結構聞いてたので。あ、そうなんだ。そうなんですよ。好きだった。そうです、めっちゃ好きなんで、なんか雑誌の好きな曲で答えるのもこの曲を すごい好きだったので。あ、本当。はい、じゃあ曲もいきますか。いきますか。せーの、チャンスの順番。おお、じゃあ1回目よかった。え、2回、え、全然わかんない。なんか順番がごっちゃごちゃになっちゃうんですよね。わかる。大先輩ですよね、福岡。福岡。あ、やっぱり。分かった。様ですよね。いいヒントで。じゃあ優勝者、せーの、篠田麻里子さん。あー、よかった。ということは曲は、せーの、上から麻里子。おー、よかった。ここら辺から、いや、ほんと危うい。どうしよう。3回目分かる。いきますか。3回目だと思う。順番わかんないけど、いきますか。自信ある？なんか微妙、微妙な感じです。
言ってみる？いきますか。じゃあ名前、優勝した方の名前から。せーの、島崎遥香さん。あー、よかった。じゃあ曲も、せーの、永遠プレッシャー。やった。え、順調じゃない？めっちゃ順調。あ、でもどうだろうな。意外とさ、4回目はもう分かるじゃん。だって長いタイトルでしょ。そ、全部言えますか？なんちゃらでいいですよね。まあいいでしょ。なんちゃらです。え、合ってるかな、読み方が合ってるか分かんないですけど。じゃあ名前から言いますか。はい、せーの、松井樹里奈さん。おー、曲名が微妙。いけますかね。言ってみますか。はい、せーの、鈴木なんちゃら。あー、間違えた。え、なんだと思ってたの。鈴木って言っちゃいました。鈴木なんちゃら。謎に、あー、間違えた。まあ、森保さんが正しいしてね。あー、やったー。じゃあ4回目 OK。 5回目、5、6、7、ソロ。もうここら辺から分かんないです、私。5回目の人は最近コンサートしました。え、コンサート地元で。え、確か自分のニックネームが曲になってたりするんですよね。ニックネームに近い感じの曲があるんですよね。どうでしょう。わかんない。無理。わかんない。一回言ってみていいですか。言ってみて。どれでもいいです。何回目でもいいです。言ってみてください。何回目かちょっとわかんないんですけど、渡辺美由紀さん。お、よかった。曲名は、曲名はわからないです。え、あれじゃないの、なんだっけ、優しくするよ。あー、おお、当たった。よかった。やったー。え、これはちなみに何回目ですか。5回です。お、よかった、5回目。あ、曲名、ワルキーのことですね。あ、そうですね。なるほど。6回目。え、そ、7回目かも。いいですか。どうぞ。藤田奈々さん。おー、右足エビデンス。おお、ちなみに 6回目。おー、すごい。7だよ。え、7、7だよ。わかんないです、もう。もう、え、田辺さん、田辺美久さん。あ、おー、すごい。田辺美久さん、名前がなんとか酒みたいな感じなのか。これなんて言ったらいいんだろうな。難しいな。え、なんかジャケットめっちゃ覚えてるんですよ。どんな感じでしたっけ。なんか盆踊りみたいな。あー、なんか演歌みたいな感じですかね。かな。あのね、まあ強いて言えばね、乃木坂とか欅坂とか吉本坂とか、え、そんな感じの名前ですよ。坂なんですかね。坂なんだっけ、なんだっけ。え、あ、じゃんけん坂。あ、あー、え、わかんないね。ちょっとね、ダジャレっぽい感じかも、もしかしたら。ちょっと無理。難しい。難しい。難しいです。リタイアです。最後の最後で。何だったんだよ。何ですかね。気になる。何だろう。あー、はい。お、何だろう。7回目。じゃあ、まあ1回目から言ってきますか。1回目。第1回目の優勝者は、内田真由美さんで、曲はチャンスの順番。第2回目は篠田麻里子さんで、上から麻里子。第3回目は、島崎遥香さんで、永遠プレッシャー。第4回目が松井樹里奈さんで、鈴懸なんちゃら。第5回目が渡辺美由紀さんで、優しくするよりキスをして。第6回目が藤田奈々さんで、右足エビデンス。第7回目が田辺美久さんで、逆さ坂でした。そうかな。なるほど。で、第8回目がフェアリーウィンクですね。うん。天使はどこにいるということで。で、第9回目が、そうで、ね。ありがとうございます。フォーチュンチェリーで、なんとかかんとかです。そうですね。なんとかかんとか。なんちゃらかんちゃらです。どうなるんですかね、本当に。ねえ、ここに、楽しみ。すごくない？ここにつながるの。嬉しい、本当に。すごいよ。嬉しいですね。あとで書いとくね、第9回目。ありがとうございます。うん。書き足しとく。嬉しい、ありがとうございます。いや、なんか、ね、改めて。ね、気合入りましたか。そうですね、気合がすごい有名な方々がずらっと並んでる中での新人がこうやって9回目で優勝できたので頑張りたいと思います。頑張ってください。頑張ります。ありがとうございます。メロンちゃんにメロメロ、渡辺さんネーム、カンタキンテさんからです。まだは早押ししないの。ピンポンピンポン。
HKT48 渡辺通り1丁目 FM まどかまどかのまどから森安まどかと松田由美がお送りしています。続いてはこちらのコーナー、 F まどグルメ研究所、イエーイ。このコーナーは皆さんの日常の食卓にまつわる疑問やちょっとした工夫をはじめ、日本全国の食にまつわる風習などを HKT メンバーが聞いて、というコーナーです。って言っちゃいます。渡辺さんネーム進撃のもやしさんからですね。山内優奈ちゃんの回で皆さんの近くに変わったパンがあったら教えてくださいという話題が出ていましたが、僕の地元静岡県浜松市ではジーチローのバームクーヘンで有名なヤタロウという会社が発売しているカステラパンというご当地パンがあります。リンゴとイチゴのジャムが乗ったカステラをパンで包んだパンでどういうこと？ふわふわな食感とジャムの甘酸っぱさがアクセントになってとても美味しいのでおすすめですって。でも美味しそうじゃない？確かに。勧めだけ聞いたら。でもパンで包んだパンってどういうことですかね。カステラを、すごい難しい。リンゴとイチゴのジャムが乗ったカステラでしょ。カステラですね。カステラわかるね。カステラをパンで包んだパンで、カステラをパンで包むんだね。すごいですね。すごい、初めて聞いた。気になるね。いいですね。福井なんか有名なパンとかないの？なんか地域によってやっぱ全然違うと思うんですけど、差し入れというか、なんか家族でとか親戚とかにあげるときは大福あんパンっていう、大福あんパン、普通のパンに大福が入ってるみたいな感じで、そうなんですよ。合うのかなって思ったんですけど、意外と合うんですよね。不思議。この間おばあちゃんが福岡に来た時にもそれを福井から持ってきてくれて。そうなんです。でも福井では結構もう有名な。そうですね、割と有名だと思います。大福あんパン、大福あんパンもカステラパンも気になる。そうですね、ちょっと包みがちじゃないですか。ちょっと、ね、気になりますよね。ぜひ ね行ってみた時に、ね、食べてみたいなと思います。続いて渡辺さんネームコアスプレンダーさんです。まどかちゃん、週替わりゲストのゆみみちゃん、こんばんは。こんばんは。お二人は自分でカルピスを水で割って飲むときは味は濃い方ですか、それとも薄い方ですか？自分は一杯でも多く飲みたいのでどうしても薄く割ってしまうので、たまに買って飲むカルピスウォーターはとても濃く感じます。また水以外の飲み物で割って飲むことはありますか、ということです。水以外で飲んだことない。私もないですね。そこ、でもね、番組で、カルピスのコーラ割りっていうのがあるらしくて、キューピッドっていう名前のね、もうめちゃめちゃ甘い。キューピッド甘々の、もう甘い甘いで、もうデロデロ甘いすごいよ。そんな飲んでみたいですね。でもすごいやつ飲んだ。でも私はそんなないですね。そのままシンプルに。濃い派？多分濃いと思います。なんかもったいない感じがしちゃって、この方とは逆に薄いのがもったいないみたいな思っちゃって、いっぱいで楽しみたい。そうですね楽しみたい心ゆくまで。そうですね。なるほど。でも私薄い派かもしれない。本当ですか。あんまり濃い味が好きじゃなくて、元々確かに。だからかなーって、ここにですね、そのカルピスのホームページに、そうですね、そう、もうカルピス側からもうこれいいですよみたいな感じのメニューじゃない、なんていうんだっけこれ、そう、あ、レシピがねあるんですよ。すごくない、このさ、斬新なものがいっぱいしかも量がすごいもうだってさ、すごいよ。焼酎のカルピス割りとか、あとビールとか、ウイスキーもあるし、すごくないですか。すごいですよね。アボカドとかありますもん。なんかアボカドとカルピス、アボカドシェイクってすごいなすごい、誰が考えるんやろか、びっくり。またね、この中から美味しそうなものを選んで、そうですね、美味しそうなものを、ね、チャレンジするときは美味しそうなものを選んでみたいと思います、はい、今日も素敵なラジオをありがとう。ヘイ FM まどか、イエーイ森安まどかと松田由美がお送りしている HKT48 渡辺通り1丁目 FM まどかまどかのまどから、あっという間にエンディングです、
甘がみしちゃった私も甘がみしちゃったねえ、いやもうあっという間ですけど、そうです ね、 ね、まだまだねメッセージ紹介していきますよ。渡辺さんネーム松千代さんです。まどかちゃんゆみみこんばんは。こんばんは。1月にドラフト会議前のアピールでも HKT48 公演にゆみみは来ていましたね。その時はまだ HKT に来るとは限っていませんでしたが、その時の福岡の劇場や公演ってどんな印象でしたか。また一緒にアピールに来ていたドラフト生の反応も聞きたいです。うん、来てたね。そうですね。どうでしたか。あの時はすごく広く感じました。あ、本当、西鉄だった気がします。うん、広く思ったんだ。広く感じました。もうめちゃくちゃ広いって思って、でもなんかやっぱり変わりましたね、劇場デビューの時と。そ、なんか、そうなんですよ、めちゃくちゃ広く感じたのに、あれって結構なんて言うんだろう、よくわかんないんですけど、同じ大きさなのに、なんか違って見えたって感じですね。すごい、まあ、視野が広がったんだろうね。あ、そうですね。初めて来たんですか、その時に福岡は。そうです、その時に初めて来たんですよ。何か食べた、美味しいの。みんなでラーメンとか、うん、あとはもつ鍋食べに行きましたね。え、すごい、めっちゃ楽しんでるそうなんですよ、みんなで食べて帰ってって感じです。あ、そうなんだ。え、はい、そういう時ってさ、マネージャーさんいるの。いや、その時、どうだったんですかね、なんかほぼ自分たちみたいな感じ。そうですね。すごい。え、公演ど、公演見た。公演見れなかったんですよ。そのまま帰ってもつ鍋って感じ。もつ鍋もつ鍋、もつ鍋食べれたからね。そうですね、それは大きいよね。はい、うん、ドラフト生の反応、ドラフト生、そうですね、一緒に関愛ちゃんと馬場さやかちゃんも一緒のチームだったので、一緒に候補者のお披露目をしたんですけど、なんかもう全然なんかみんなわちゃわちゃって感じのチームだったので、年上の同期が多かったので、あ、そうなんだ。私でも結構年下の方だったんですよ。そうなんですよ、高校生とかのメンバー、高3とかがすごい多かったので、すごいまとめてくれる感じで、緊張感もほぐれてって感じでした。あ、だったらね、ちょっと安心して。そうです、本当にできた。はい、よかったです、はい、ね、まさかね、HKT にそうなんですね、まさかのそのまま来るとそうなんです、何かの縁です ね、 ですね。続いて渡辺さんでもキャプテンさんからです。まどかちゃんゆみみこんばんは。こんばんは。ゆみみは書道が得意ですよね。HKT 公演を見に行った時に飾ってあって、つい見とれてしまいました。これはマリリの後継ぎになってほしいですねだって嬉しい。HKT モバイルのトップ画面で毎年正月には書道で謹賀新年を見れるのが楽しみだったのですが、マリリが卒業してしまったのでもう見れないかなと思っていたら、来年からユミミが謹賀新年の書道を担当するのを期待していますねと。どうなるんですかねちょっと気が早い。もう早いですね、めちゃくちゃ。あ、マリリとユミミでね、ちょっと似てます。あ、似てますね、確かに。すごいですよね、本当に。あ、嬉しいです。あの、な、何段？八段ですね。8段ってすごいんじゃないですか。嬉しいです。特技ね、持っていたらいいです。あ、嬉しい、よかったです。いつからやってるんだっけ。小2くらいから始めて中3までやってました。そっか、結構長い間やってたの、はい、結構。そうですね、長かったですね。そっか、じゃあこれからはね、正月の楽しみが。そうです ね、どうなるか分かんないですけど頑張ります。頑張ってね。続いて渡辺さんネームボビー K さんです。マドさん、週替わりメンバーのゆみみさん、こんばんは。こんばんは。埼玉のマドラーボビー K と申します。9月28日の HKT ビンゴライブに行かせていただきました。マドさんがお笑いをするイメージがなかったので、ネタ見せをとても楽しみにしていました、夏マドジーナ、ビジュアル面の3人がどういうパフォーマンスを見せてくれるのか興味津々でしたが、コンビネーションがことのほかバッチリで、間合いもよく、いい意味で意外でした。司会者としての長ゼリフをしっかり言えていたジーナさんにも感心したし、なっちゃんと私の掛け合いもさすがでした。勝ち抜きバトルで中学生の2人に敗れてしまったのは、まあご愛嬌ということでそうなんです。でもメンバーの新たな面を見られて楽しいネタ見せ会でした。ライブではマドさんが席の近くまで来てくれて、自分が持っていた光るマドカウチワにめっちゃ反応してくれたのが本当に感激で、それだけでも大満足のイベントでした。お笑いの本番も頑張ってほしいのですが、自分としてはやはりピアノも聴きたい。あ、これは静かに心待ちにしています。握手会ではあまり言わないようにしてるんですけどね。ではこれからも頑張ってくださいというメッセージです。はい、ありがとうございます。
ライブねやりましたね。そうですね。お楽しかったなですね。ゆみみは福岡公演で、ね、あそうですね出ましたけどどうでしたか。私はキュウリジュースさんのコントがすごい、ね、なんか2人の先輩方の自然な感じっていうんですかね、キャラクターがそのままっていうか、うん、すごい天然な感じの可愛らしい感じがすごく見ていて面白かったです。そうなんですよね、びっくりしました。それすごい才能と思ったですよね。本当にびっくり、楽しかったな。私はねあれ好きなんだよね、あのエアー系のやつわかる。え、なんですかね。メルちゃんがやってるんだけど、ま、福岡でやってないかもしれない。あのもともとサクちゃんとメルちゃんってやつで、あれがねすごい好きで、見たかったです。あとはお稲荷さんがね、あお稲荷さんはもう安定だよね。安定です本当に。本当にみんなドラフト生言ってます、安定って。面白いよね本当に。すごいですよね、本当にちょっとなかなかね不思議な単語がね出てきてると思うんで、もうこれ何の話だっていう方はぜひ Hulu で見てください。わかると思うんでね。うん、いや本当にライブねもうあっという間でしたし、ですね、うん、楽しかったです。このね番組もあっという間でしたね。そうですね、ありがとうございました。もう言い残したことないですか。ないです。もうたくさんおしゃべりさせていただいて楽しかったです。よかったです、ありがとうございます、ね、またすぐにでも来てください。あ、行きたいです、ぜひともお願いします、うん、なんか本当に舞台度胸がすごかった。そんなですね、本当にすごい。ありがとうございます、よかったです、うん、しっかりとねハキハキしてて頼もしかったです、はい、ありがとうございます、はい、ということで F 窓ではあなたからのメッセージをお待ちしています。各コーナー宛にもぜひメッセージ送ってください。メールアドレスは hkt48@fmfukuoka.jp hkt 数字の4と8@fmfukuoka.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしてます。 HKT48 渡辺通り1丁目 FM 窓か窓かの窓から、お相手は森安窓かと週替わりメンバーの松田由美でした。バイバイ、バイバイ、また。